あらまさと1月1日から1979年6月9日は日本の文芸評論家、福島県相馬郡鹿島町生まれ、旧正山口高等学校在学中、佐々木喜一を知り、共にマルキシズムの学生運動に熱中した、東京帝国大学英文化卒業。戦後、萩谷武志高、平野健、佐々木喜一、本田明子、後、山室聖良と、 近代文学を創刊。第二の青春などの評論を発表し、世代論、知識人論で、加藤周一、中野重春らと論争を交わした。夏目漱石の研究でも、一家をなし、1975年、漱石の生涯を詳細に調べた、漱石研究年表で、毎日芸術賞を受賞。 法政大学文学部へ文学科教授在任中の1979年6月9日、東京都杉並区の駒崎病院において脳血栓のため死去。66歳図。北欧文学にも造形が深く、山室生ともにアイスランドを訪問し、ノーベル賞作家のハルドル・ラクスネスと会ったことがある。また、推理小説を愛好し、推理小説関連の著作、 役所もある。第14回までの江戸川乱歩賞の選考委員を務めた。初期の日本の SF 小説の理解者としても知られる。没後著作集が刊行。英文学者の植松緑は長女、アメリカ文学者の荒子の実は次女。親戚の一人に震災翼党派、戦記、共産主義者同盟の元代表、荒大会がいる。次女荒子のによれば、実際には、 前年12月生まれのところ正月に届け出たものだという。上田正明、津田秀夫、長原慶二、藤井翔一、藤原明、コンサイス日本人名事典第5半、株式会社三制度、2009年61ページ。岩井博史、作家の臨終、母比辞典15ページ。ありがとうございます。